渡辺製麺、販売は東証、ピリ辛吉田のうどん、ノンフライ麺に液体スープ、レトルトの牛肉、火薬がついています。麺は扁平断面で密度が高い印象です。曖昧さがなくくっきりした感じです。4分戻しだとやや固めですが、引き締まった歯ごたえで湯戻りのムラもありません。スープは濁り感があります。一般的なだしつゆと味噌とのブレンドで重厚で複雑ですが、やや雑味が多い気もします。濃縮度の低そうな液体スープなので喉越しは自然で、唐辛子のピリッとくる刺激があります。牛肉は一旦揚げたものをタレにつけた感じです。キャベツが多いのがうどんとして少し変わっています。麺もスープも具もきちんと自己主張します。最も値段が高いのでお買い得感は薄いです。